武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、鹿児島大学の数学の勉強について話していきたいと思います。数学ですが、まず、大問3つの、学部と、大問5つの学部があり、大問3つの形式は、時間90分、大問5つが時間120分という形になっています。基本的に、全て、記述論述で答えるような形になっています。で、特徴としてここ、数学の出題が、2AB と 23AB という形で、1が、単独で大問で出題がされないと、当然その1の知識が前提とはなるんですが、そういった特徴がありますと。で、大問の中に、選択問題が、いくつか含まれる、もしくは一つだけ含まれる形となっておりまして、基本的に大問の3は、全ての学部において選択問題となっており、大問の2、に関しては文系の、学部、いや教育学部、2と3の選択があるところですね、に関しては大問2が選択式になっております。で、出てくる問題の難易度、に関してですが、標準的な問題、と基礎的な問題が中心、なのですが、日大のレベルでも解ける問題もあるにはあるんですが、全ての問題完答しようとすると、標準問題、マーチレベルまでできないとちょっと辛いかなという程度の難易度になっています。なので、数学が苦手でということであれば、日大レベルの発展である入試筆記、ロハなど仕上げて記述さえ書けるようにしておけばというところはありますが、できれば、国公立標準問題集、キャンパスなど、1A、2B と3、両方仕上げておいて、時間ない場合は1後回しにして2、3、AB の部分だけでも、使うものを解いておいてですね、こちらの記述論述練習をしっかりやっておきましょう。記述の書き方がですね、もう本当に回答用紙を与えられて自分で一から書けみたいな形になりますので、そこの記述がちゃんと書けるかどうかっていう点が重要になってきます。で、出てくる分野に関しては、証明問題、図形問題、グラフ問題中心の、やはり論述力が試されるような試験が多くなっておりますので、こちらの対策をしっかりやるように心がけてください。以上が数学の勉強となります。